マイファス、ヒロ、エミチャンネルで父、森進一母、森雅子を語る世間とかけ離れた幼少期も激白。ロックバンドマイファーストストライのボーカルヒロが今日24日放送の鑑定で解決エミチャンネル毎週金曜あと7時に初出演。メインパーソナリティの上沼恵美子が強烈なアドバイスを炸裂させる上沼の真骨頂。悩める芸能人を一刀両断 SP と題した回で、ヒロは芸能一家のユニークなエピソードを披露する。父は森進一、母は森雅子、兄はワンオクロックのボーカル拓栄という芸能一家の三男として生まれた。ヒロは世間とかけ離れた幼少期や両親が有名人であるが、ゆえの能見を激白。さらに、昨年引退を発表した母親の現在の私生活、父親の自宅での様子など、家族のプライベートを暴露する。収録を終えたヒロは、昔から知っている番組だったので、今回出演させていただき、とても光栄でした。上沼さんとお会いするのは初めてだったんですが、こんな僕にも優しく気遣っていただき、すごく嬉しかったです、と喜んだ。視聴者に向けては、こんな時だからこそ僕たちができることは会えなくてもつながっている人を大切にすることだと思います。だから今回のようなテレビ出演や音楽を通して少しでもみんなとつながれたらいいなと思っていますとメッセージを送った。ゲストは他に錦野明、アレクサンダー、誰逃れ明美、藤は RA、木本武宏、TKO、上沼は、希望の相方、木下隆之の事務所対処に席してズバリと直撃する。錦屋からも、二人でやるの、一人でやるの、と追求された木本は、また人間関係作ってとか、大変じゃないですか、と踏ん切りがつかない様子。すると、上沼は、これは、編集できれってもらってもいいんやけど、とアドバイスを授ける。